CD プロジェクト SA は、ワルシャワに拠点を置くポーランドのビデオゲーム開発企業。1994年に、ビデオゲームの小売業者だったマーチン・イウィンスキと、ミハール・キシンスキによって設立された。CD プロジェクトは、ウィッチャーシリーズと同社のダウンロード販売サービス、ゴグドットコで、最もよく知られている。同社は、ヨーロッパで人気のある。 ビデオゲームをポーランド語に翻訳することから始まり、二つのバルダーズゲートゲームでインタープレイエンターテイメントと共同作業を開始した。CD プロジェクトはインタープレイが財政難状態であった時にバルダーズゲートダークアライアンスの PC 版で作業していた。ゲームの開発は中止されたが、同社は自分たちのビデオゲームのコードを再利用することに決め、アンドレイ・サプコフスキの小説、 ウィッチャーを原作とするゲーム、ザ・ウィッチャーが制作された。ザ・ウィッチャーのリリース後、CD プロジェクトは、家庭用ゲーム機向けゲーム、ザ・ウィッチャー、ホワイトウルフを開発していたが、開発の難航とコストの上昇により会社は倒産の危機に陥った。CD プロジェクトは後に、ウィッチャー2王の暗殺者を2011年に、ウィッチャー3ワイルドハントを2015年に発売し、後者は、 様々なゲームオブザイヤー賞を受賞した。同社の今後のプロジェクトは TRPG サ,サイバーパンク2.0 2.0を原作とするオープンワールド RPG サイバーパンク2077である。プレイヤーが古いゲームを手に入れやすくするために CD プロジェクトはビデオゲーム配信サービス g o g e c o m を設立した。その使命はプレイヤーに デジタル著作権管理のないゲームを提供することであり、新しいトリプル A 作品と独立ゲームを提供するまでに成長した。同社はビデオゲームの DRM に反対しており、無料のダウンロードコンテンツが業界標準になることを望んでいる。CD プロジェクトは企業の独立性を最重要戦略の一つと考えている。CD プロジェクトの共同設立者のマーチン・イウィンスキー。 CD プロジェクトは1994年にマーチン・イウィンスキとミハール・キシンスキによって設立された。イウィンスキーによると彼は子供の時はビデオゲームを楽しんでいたがポーランドでは不足していた。当時はポーランドに著作権法はなく高校時代にイウィンスキーはワルシャワ市場で西洋のビデオゲームの海賊版を販売した。高校ではイウィンスキーは 後のビジネスパートナーとなるキシンスキにあった。当時、キシンスキもビデオゲームを販売していた合法的にビジネスを行いたいと考えていたイウィンスキとキシンスキは、米国の小売業者からゲームを輸入し始め、CD ロムゲームの最初の輸入業者となった。1990年代初めに、ポーランドが主に市場経済に移行した後、イウィンスキとキシンスキは1994年、 第2四半期に CD プロジェクトを設立した。資金は2000ドルのみで、友人のアパートを賃料無料のオフィスとして利用した CD プロジェクトが設立された時、彼らの最大の課題は、ビデオゲームの著作権侵害を克服することだった。同社はポーランドでゲームをローカライズした最初の企業の一つだった。イウィンスキーによれば、その製品のほとんどは、マム ポップショップスに売られた。CD プロジェクトは1996年にセブンスターズやレリックスロンソフトなどの開発者向けに部分ローカライズを開始し、1年後に本格的なローカライゼーションを開始した。彼らのゲームを売るために、彼らはバルダーズゲートのポーランド語版のローカライゼーションのためにビオアレとインタープレイエンターテイメントに接触した。 彼らはポーランドでタイトルが普及することを期待していたがテキストを英語版からポーランド語に翻訳できる小売業者は過去にいなかった。ポーランドでのタイトルの人気を高めるため CD プロジェクトはゲームのパッケージにアイテムを追加し著名なポーランドの俳優を雇ってそのキャラクターを吹き替えた。彼らの最初の試みは成功し、 ゲームの発売日には1万8000本が出荷された。同社は、バルダーズゲートの発売後も、インタープレート仕事を続け続編の、バルダーズゲートダークアライアンス PC 移植作品で協力しており、移植版を開発するために、CD プロジェクトは、セバスチャン・ジエリンスキとアダム・バードースキを雇用した。開発開始から6ヶ月後、インタープレイは、財政難に陥り、 PC 版の開発が中止された。CD プロジェクトはダークアライアンスのキャンセル後も引き続き他のゲームをローカライズし、2003年と2004年にはビジネスガゼル賞を受賞した。ダークアライアンスの中止後、CD プロジェクトの創業者たちは配信者やゲーム開発者として継続すべきかどうか疑問に思った。ゲームはキャンセルされたがそのコードが CD プロジェクトによって所有されていたため、同社は最初のオリジナルゲームを開発するために、それらを使用した。彼らは、アンドレイ・サプコフスキの小説、ウィードスミンに基づいたゲームシリーズを開発しようとしており、作者は同社の開発提案を受け入れた。フランチャイズ券は、ポーランドのモバイルゲームスタジオに売られていたが、スタジオはフランチャイズに関連するものは何も手掛けて、おらず、 CD プロジェクトは、ウィードスミンフランチャイズの権利を買収した。ユイウィンスキーによると、彼とキシンスキーは当時ビデオゲームを開発する方法を知らなかった。このゲームを開発するために、同社は2002年3月6日に、ウッチにゲーム開発スタジオ、CD プロジェクトレッド SPZO を設立した。スタジオはデモゲームを制作したが、アダム・バドースキーが改装で、 クソと呼んだこのデモは、ダークアライアンスやディアブロのようなトップダウンの視点から、なる RPG であり、モーターを動かすゲームエンジンを使用した。ユウィンスキーとキシンスキーは、多くのパブリッシャーにデモを提供したが、不成功に終わった。ウッチの事務所は閉鎖され、スタッフはジエリンスキーを除いて、ワルシャワ本社に移動した。ジエリンスキーは、会社を辞め、キシンスキーは、プロジェクトに取り組んだ。 ゲームの開発は続けられたが、デモは破棄された。CD プロジェクトによると、開発チームは、ゲームの考え方が異なり、全体的な方向性が欠けていた。その結果、2003年に製図ードの段階まで戻った。ビデオゲームの開発に精通していなかったチームは、2年、近くの制作作業に費やした。2004年の E3 で、 ジェイドエンパイアのブース横に CD プロジェクトのスペースを提供することでゲームのプロモーションに貢献したビオアレの支援を受けた。ビオアレ社もオーロラのゲームエンジンを同社にライセンス供与した。ゲームの予算は想定を超え元の15人の開発チームは100人に拡大し2000万ズオティの費用を要した。ユイウィンスキーによるとコンテンツは予算上の理由からゲームから削除されたが キャラクターの性格は保持されていた。しかし、ゲームのポーランド語のテキストを英語に翻訳するのが困難だった。アタリがゲームを販売することで同意した。開発から5年後、ウィードスミンを世界のユーザーに向けて発売した。その際に、ウィードスミンの英語名、ウィッチャーが付けられた。2007年に発売されたウィッチャーはむね、肯定的なレビューを受けた。売り上げは、 満足していて、ウィッチャーの発売直後に続編の開発が始まった。チームはウィッチャー2のデザイン作業を開始し、ウィッチャー3が新しいエンジンを開発するためにゲーム機を試した。ウィッチャーのゲーム基板、ザ・ウィッチャー、ホワイトウルフに関する作業を開始した時点で開発が中止された。彼らはフランスの下地をワイドスクリーンゲームズとゲーム基板の開発で協力していたが、 開発地獄に陥った。ワイドスクリーンゲームズは作品を開発するためにより、多くの人で、資金、時間を要求し、報酬が払われていないと主張した。ユインスキーによると、CD プロジェクトは彼ら自身のスタッフよりも多くの報酬を支払ったとしている。チームは開発を中止し、プロジェクトをキャンセルした。あたりは、この決定に不満を抱いており、 CD プロジェクトに対しゲーム基盤作品の開発資金を返済することを要求し、イウィンスキーはあたりがウィッチャー2の続編の北米販売企業であることに同意した。CD プロジェクトは2008年にメトロポリスソフトウェアを買収した。ホワイトウルフについての論争は犠牲が大きかった。企業は倒産の危機に直面し、世界金融危機もその一要因だった。 倒産を回避するため、チームは、ウィッチャー3エンジンを使用した、ウィッチャー2に専念することに決めた。レッドエンジンの開発が終了し、ゲームを他のゲーム機に移植することが可能になった。ウィッチャー2を開発するため、企業は、メトロポリスの FPS ゲーム、ゼイの開発を中断した。開発に3年半かけ、ウィッチャー2王の暗殺が2011年に発売された。 ウィッチャー2は、批評家から賞賛を得て170万本以上のセールスを記録した。ウィッチャー2の後、CD プロジェクトは、他のゲームと同様のクオリティで、オープンワールドゲームを開発したいと考えていたが、ウィッチャー2.5という批判を避けるために新機能の追加を望んだ。彼らは、ゲームのグラフィックスを向上させるために、PC と、 第8世代のゲーム機のみにリリースしたいと考えた。これによりチーム内での議論が始まり、メンバーの一部は収益を最大化するために古いゲーム機用のゲームを発売したいと考えていた。ウィッチャーサンワイルドファントは開発に3年半の歳月を要し、開発費は8100万ドル以上になっていた。度重なる遅延の後、2015年5月に発売された。 同作は批評家から賞賛された。ワイルドハントは商業的に成功し、最初の6週間で600万本を販売し、2015年上半期にスタジオに2億3600万ズウティの利益をもたらした。開発チームは15種類のダウンロードコンテンツと2種類の拡張コンテンツ、無情なる心、血塗られた美酒を発売した。 CD プロジェクトは他にも2種類のウィッチャーゲームを発売した。PC、n d r ロイド、iOS 向けボードゲーム、ザ・ウィッチャー・アドベンチャーと、Android、iOS 向け、マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナゲームの、ザ・ウィッチャー・バトルアリーナである。2015年12月、CD プロジェクトレッドは、ザ・ゲームアワーズ2015で、最優秀ゲーム開発企業賞を受賞した。 2016年3月には CD プロジェクトは同社が開発中の別の RPG ゲームがあり2017年から2021年の間に発売される予定であると発表した。また、レッド部門を2倍に拡大する計画も発表した。E32016 で同社はウィッチャー3内の人気カードゲームグーエントに基づいたグーエントウィッチャーカードゲームを発表した。 ゴグドットコムのロゴ2008年、企業は DRM フリーのダウンロード販売サービス、Good Old Games を導入した。このサービスは古いゲームを保存して、プレイヤーが古き良きゲームを見つけるのを助けることを目的としている。そうするために、チームは閉鎖された、開発企業のライセンス問題を解明するか、パブリッシャーと交渉し、配布権を得る必要があった。 最新のプラットフォームへの変換に古いコードを回収するために、小売り版、または中古ゲームを使用する必要があった。CD プロジェクトは、小規模な開発者や、アクティビジョン、エレクトロニックアーツ、UBI ソフトなどの大手パブリッシャーと提携し、サービスの掲載作品を、AAA 作品を及び独立したビデオゲームに拡大した。マネージングディレクターの業務ランブールによると、 それは絶望的なプロジェクトと疑われているにもかかわらず導入以来拡大している。ゴグドットコからの収入は CD プロジェクトレッドに生じる。CD プロジェクトは3つのウィッチャー作品を開発したが、ウィッチャーさんはゲラルド最後の物語であるとされた。ウィッチャーシリーズの将来について2016年5月にウィッチャー3ディレクターのコンラート・トーマス・キックスは 将来的には、ウィッチャーシリーズの制作に取り組んでいきたいが、現時点では何も決まってないと述べた。CD プロジェクトの次のプロジェクトは、テーブルトーク RPG、サイバーパンク2.0、2.0に基づくオープンワールドのロールプレイングゲーム、サイバーパンク2077である。2012年5月に、国際開発チームと共に紹介され、CD プロジェクトによれば、 ウィッチャーさんより、はるかに、大規模だと表現された。CD プロジェクトの過去のゲームの開発を支援していた、クラックフの別の CD プロジェクトオフィスは、今後は独自のゲームを開発する予定である。2017年6月、匿名の人物が、CD プロジェクトに対しゲームに関連するデータファイルを公開すると脅迫した。私たちが、保守的になり、 創造的なリスクとビジネスリスクを取るのを止め、私たちがやっていることに誠実ではなくなるようになる、時には心配する必要があります。そして私は心配していません。私たちの価値観と私たちがやっていることへの愛とゲーマーが同意してくれることを願っていますが、ゲーマーへの愛はこの会社を推進するものです。ゲーム開発や パブリッシングなどの何の特徴もない巨人になるのは、私の個人的な恐怖です。私がここにいる限り、それが起こらないように戦います。CD プロジェクトレッド創業者のマーチン・イウィンスキー、独立性の維持について、彼らはいくつかの側面に焦点を当て、他の機能の価値を評価することに決めた。このアプローチは、ゲームの品質維持に役立つと望んでいた。 同社はロールプレイングゲームの開発に専念し、チームはファンベースの既存のフランチャイズに取り組み、多くの人たちに知名度が低いフランチャイズを紹介した。開発チームがオープンワールドゲームを開発した際、プレイヤーがゲームに没頭できるように、クエストの推奨レベルを設定している。イウィンスキーによれば開発チームはプレイヤーを最優先とし、プレイヤーからのサポートが企業を 動かすとしている。開発チームはビジネス戦略以上に制作戦略を重視している。CD プロジェクトレッドはビデオゲームやソフトウェアに著作権管理技術を導入することに反対している。企業は w i t c h e r 2王の暗殺の販売データに基づき DRM はソフトウェアの海賊行為の阻止には効果的でないとしている。CD プロジェクトレッドは DRM を搭載した初期の ウィッチャーには450万本以上も割られたが、DRM フリーで再発売したところはるかに少ない数となった。また、ウィッチャー3では DRM フリーで販売されている。開発チームは無料のダウンロードコンテンツが業界の標準になるべきだと考えており、業界への例として実際にワイルドハント用の15種類の無料 DLC を公開した。 CD プロジェクトレッドのトップのアダム・バドースキによれば、独立性の保持が企業の優先事項であるという。彼らは財務的かつ創造的な自由とプロジェクトの所有権のために別の会社の子会社になることを避けた。エレクトロニックアーツが CD プロジェクトの買収を試みていると噂されたが、すぐにイウィンスキによって否定され、企業の独立性の維持のために、 戦うと述べた。企業の基本的価値観の一つが開かれたコミュニケーションである。開発においての財政状況、マーケティング及び発売コストは自由に公開されている。この企業は大規模なチームで一つのプロジェクトに取り組み、同時に複数のプロジェクトに携わらないロックスターゲームズのモデルを採用している。ありがとうございます。